泣いたとなりましたね。よく噛むんですよ、すみません。史上最多となりまして、まあ、でもあのメダルの数よりも、やっぱり一人一人選手の皆様が、こう一生懸命ね、4年に1回ですから、一生懸命頑張って、そしてもうとにかくのたくさんの感動のドラマが生まれたんじゃないかなと、私も毎晩夜更かしをしながら、テレビの前で応援しておりました。で実はそんな私は先日あのアメリカの方へアメリカのロサンゼルスの方であの歌わせていただく機会がありまして行ってまいりました。飛行機で10時間ちょっとかかりました。であの8月4日に行ったんですが、4日の夕方に出て、で向こうのロサンゼルスに着いたのがまた8月4日の朝ということで、なんかマイナス16時間の時差がありまして、とてもぷくった気分になりました。そしてロサンゼルスのリトル東京というところで歌わせていただいてまいりました。まあ、あの本当に演歌がね、こう世界中に広がっていったらいいなと、そんな風にも思いました。さて続いての曲は別れの港のカップリングの曲です。私のいただいた作品の中でも本当に女性らしくしっとりした作品をいただきました。では聴いてください。うすみしょう。Thank you.